セーブ、サクッと負ける。セーブ、借金10。日本ハムに競り負け、今季3度目の4連敗。センター長谷川が痛恨の後逸から決勝点を許す。打線はわずか3安打で1点。はい、終わり。2時間12分わらわら。109いってねえ。山崎福也マダックス達成だな。さよなら負け3回にマダックス。1点は取ってるから。いろんな負け方できて楽しそう。松井は会見開こう。西武戦使わないで帰るわ。ファン離れていきそう。笑えない弱さ。高校野球みたいな試合時間だ。さすがにネタにしづらくなってきた。平らな中井1失点、勝ち負けつかず。もうリリーフやれ。また HQS して負けるのか。先発はそろそろ切れてもよいんじゃない。弱すぎでしょ。